一の武術手刀流空手道は技を実践的かつ理論的に究明生きた型として現在に受け継がれている。まさに空手道の奥義ともいえる型がここに初めて表出した。手刀流空手道型全集第6巻は手刀流流祖馬文天和氏が合理性の追求より編み出した16優雅な鷺の姿を表している松村派老派、那覇手の大家比嘉女官僚氏から伝承された正作、同じく那覇手でその逆手の取り方に特徴のある思想鎮を収録している。正面から見てみましょう。横から見てみましょう。演武線を見てみましょう。気をつけの姿勢。結び立ちにて構える。前屈立ちとなり、両肩は脇に構える。四股立ちとなり、右中段突き、左中段突き。前屈立ちとなり、左上段すくい受け、右中段突き。左上段上げ受け、前屈立ちとなりもろ手突き、後屈立ちとなり右回手下段払い、猫足立ちとなり手刀受け、手刀受け、寄足にて元立ちとなり両小手で前に押す、猫足立ちとなり手刀受け、手刀受け、寄足にて元立ちとなり両小手で前に押す、元立ちとなり中段突き、右中段蹴り、元立ちとなり中段突き、
左中段蹴り、元立ちとなり中段突き、猫足立ちとなり中段横受け、寄り足にて両拳裏打ちを行う、猫足立ちとなり肘支え受け、肘支え受け、猫足立ちとなり中段肘支え受け、肘支え受け、猫足立ちとなり左手刀受け、右足を上げ左中段横打ちを行う、半前屈立ちとなり右中段突き、さらに左中段突き。中段突きはこのように左手の下より抜いて行う。結び立ちとなり構えの姿勢に戻る、気をつけの姿勢に戻る、後ろから見てみましょう。